引退した後に迷うとかいう力士が多いんですよね。で、何を次やったらいいんだろうっていうまま、まあ、時間ばかりが過ぎていきますから、そういった時に一つのその選択肢として、まあ、弊社シリウスであり、まあ、そのシリウスの中の介護ですとか相撲プロっていうのがあればいいかなと。私ずっと相撲をやってきて、あの関取にはなれなかったんですけど、あの関取のお世話をする仕事をずっとやってきたので、あの、まあ、現役で言ったら照ノ富士関もそうですし、まあ、弊社の社長の上川もそうですし、あの下に着いた時にこの、まあ、食事も作ったりとか、背中お風呂では洗ったりとか、まあ、いろんな面でお世話をするということが、あの、多くありました。で、まあ、介護の仕事は対象が、あの、高齢者なんですけども、お世話をさせていただくという意味では、まあ、似た部分があるのかな。僕ら一般人から見たらお相撲さんってすごい華やかな、ね、ちょんまげ言って着物着てバッと歩いてたらかっこいいし、やっぱりすごい華やかに見えますけども、彼らはやっぱりそういった細かなルールの中で生きてるし、まあ、大変だなっていうのはすごく感じますね。うん、で体も大きいですし、常に世間の人は見られてるし、